ムルマンスク州、オムニホテル近郊の風力発電機。ムルマンスク州の風力潜在性は、ロシアの中でも最大級である。ロシアの風力発電では、ロシア連邦における風力発電について説明する。ロシアは小規模発電の利用では、長い歴史があるものの、大規模風力電気生産の開発はまだ進んでいない。 現在の多くの風力発電施設は人口密度の低い農業地帯に位置しており、これらの発電施設は主要な電力網への接続が難しい。ロシアは8万 TWH 年ほどの風力発電の潜在性を持ち、6218TWH 年ほどのが経済的に実行可能と見積もられている。これらの潜在性の多くは、 南部のステップと海岸域に存在し、これらの地域の多くは人口密度が1平方キロメートルあたり1人よりも低い。これらの地域は低い人口密度のため、現状では電力基盤が整っておらず風力発電の開発が進まない要因になっている。2006年、ロシアは合計導入風力容量で15メガワットであった。2010年末時点では、 ロシアに導入された風力発電の量は1 7ットよりも少なかったが現在ロシア国内では合計容量で1 7 0 0ットの計画が存在する。ロシア風力エネルギー協会は2020年にエネルギーの総量のうち4.5%を自然エネルギーから調達するという目標をロシアが達成する場合、風力発電の合計容量は7 0 0 0ットほどに 必要と予測している。2010年、エースクのアゾフ海で風力発電所を建設する計画が公表された。当初は容量を50メガワット、1年後には100メガワットにすることを予測している。メルケル首相がロシアを訪問した2010年7月、ドイツのシーメンス社はロシアの風力発電所を建設すると公表した。2015年にはロシア国内で 風力発電で1250メガワットの発電容量を導入することを望んでいるとしている。また、極東やサハリン州などでは日本企業などとも開発を進めているほか、2013年には米国企業が北方地域で建設を受注している。ありがとうございます。